今回は皆さんも案外知らない上手なスタイリングジェルのつけ方をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘア、スタイリストの国分が解説いたします。今日のポイントは1. ベースの髪の水分量、2. オイルで整えること、3. これが今日一番重要なジェルのつけ方です。スタイリングジェルはワックスなどと比べてなかなか使うことが少ないと思いますが、これを機にぜひ皆さんも使ってみてくださいね。まずは霧吹きなどを使って髪の毛をしっかりと濡らしていきます。今回は根元付近からしっかり髪を濡らしていきたいと思いますので、もしお時間がある場合などは軽くシャワーなどを浴びて髪の毛を濡らし、タオルドライの状態で置いておくのもいいかもしれません。しかしその場合は水が垂れてこないようになるまでしっかりタオルドライをしてくださいね。次にスタイリングオイルをなじませていきます。濡れた髪にオイルがなじむようにしっかり揉み込んでいってくださいね。ベースを整えたら本日の主役スタイリングジェルをつけていきます。使う量は中指の第一関節分ぐらいの量です。しっかりと手のひらの熱で広げてジェルを伸ばしていきます。指を櫛のような形にして髪全体を溶かすようにしっかりとなじませていきます。最初に濡らした水分とオイルと髪の毛が混ざるようにしっかり髪に揉み込んでいってくださいね。全体を溶かし終えたら一度押さえた後頭部部分がボリュームが出るように軽く広げるようにほぐしていきます。次に前髪の毛を細かい束になるように少しずつ下ろしていきます。ジェルが少し乾いてきた状態で前髪は整えていってくださいね。焦らずちょっとずつ出していってください。ジェルが固まってきたら全体の形を整えていきます。整えにくかったら少し水を足してあげてもいいかもしれません。最後に最初にオールバックでスタイリング剤をなじませた顔周りが浮いてこないように押さえて整えていきます。これでジェルでのスタイリングの完成です。ジェルを使うといつもと違ってパキッとしたウェットスタイルになるので、たまには使ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。